こんばんは。さっきまでバイトだったんで、ね、ずっと帽子をかぶってて、今髪型がすごい変なので、いつも変なんですけどね、帽子をかぶって今日動画を撮ってます。僕が今日話す内容はね、9.11のなんかテロ、ちょうど明日が9月11日なんでね、なんかそういうこともあって、なんか、ネットフリックスでターニングポイントっていうドキュメンタリーがあって、で、1日じゃなくて1話1時間ぐらいのやつが5話あっ、なんかその、アメリカ政府とアルカイダと、あとはタリバンと、あとアフガニスタンとかそういう問題のことについて、なんかドキュメンタリーがあって、それをちょっと面白そうだなと思って、しかもなんかちょうど、ね、なんかタリバンがアフガニスタンを制圧したみたいなことも最近あったし、ちょうど9月11日明日だしみたいな感じで見たんですよね。で、5時間ぐらいで見れたんで、見て、結構その悲惨なね、姿というか悲惨な動画だったんですけど、見る、結構多分みんな知ってると思うけど、そのビルに飛行機がぶつかってね、そのビルごと崩れてみたいな、もうビルが全部崩壊したみたいな、しかもそのビルが100何階まであるようなそういったビルみたいなね、そういった悲劇もあったよみたいなことから始まり、アフガニスタンとかイラクに戦争したみたいな、そういった内容で結構ダークだったんですけどね、意外と面白かったっていうのも事実ですね。何ですかね、なんかそういうの結構好きなんですよね。なんかテロリストが好きってわけじゃないけど、そういうリアルな悪みたいなのを見るみたいなのが好きで、結構その YouTube でもヤクザとか、何ですかね、ニートとか、ニート悪じゃないけど、なんかそういうアングラじゃないんですけどね、なんかそういうリアルなやばいやつみたいな、やばいやつっていうよりも本当にやばい悪みたいなのを見るのが好きで、で、それと結構その思考に合致したドキュメンタリーだったから見るかなと思ったのもそうですね。ぜひ、見てくださいっていうほど、そのおすすめするようなね、動画じゃなかったんですけど、暇であったらね、ちょっと、予告編ぐらいは見てもいいんじゃないかなとは思いますね。って感じですね、僕。最近結構ネットフリックスを見ることが多くて、で、なんか最近は、なんかスパイのなんとかとか、なんか前、結構、去年のクリスマスぐらいになんか時男が、ドキュメンタリーハマってんだよねとか言ってたんですけど、今その時期に僕が来てんのかなと思いますね。結構ドキュメンタリーを見ることが多いですね。スパイのなんとかとか、そう、あとは車のなんか、やつとか結構見ますね。って感じですかね。で、まずは、解放理由はあれですか、模様替えをしたっていうところで、ちょっと部屋が広く感じるっていうことでね、結構いいですよね、なんか。ちょっと部屋の全貌があんまわかんないんで、なんとも言えないんですけど、なんか結構しっくりくるような感じじゃなかったですか。なんか今度もしね、時間があれば、部屋の全貌も見せてほしいなって思いますね。どんな感じだったのかなっていうのと。あとは、広く感じるっていうだけ、こともそうですし、なんか、心機一転、なんか新しい気持ちになりますよね。そういったことをやると。いいんじゃないでしょうか。なかなか、そういう模様替えをすることは。なんか、わかりますね。なんか、一人暮らしをすると、そういったレイアウトみたいなものを気にしたくなっちゃうっていうのも、ちょっと、面白いポイントなのかなと思いますね。僕の部屋はちょっと今、もう本当に倉庫みたいな、とこで、倉庫みたいなところが僕の部屋なんで、模様替えどころではないんですけど、ある程度その広い部屋、壁みたいな広い部屋だったらね、なんか棚とベッドだけでも交換するだけでもね、その気分替えもいいなと思います。あとはそのベッドならね、その移動するたびベッドの下に溜まる埃を掃除できるのがとてもいいなと思いますね。で、時男が、あれか、洋楽モンブランか。見ましたね、ブログだ。ブログを見ました。結構面白いですね。僕知らなかったんですけどね、ブログをやってるってことを、その時があれを、
結構洋楽についてね、なんかフランクに書いてあんなって思ってて、なんか結構知らないそのバンドあったんですけど、まあそういうきっかけにちょっと聞いてみようかなとは思います。スティーブなんとかしてましたね。シーユーガールだっけ、なんか、まあなんかそういうのを見ると、まあブログも面白そうだなと思いますね。まあ僕はちょっと文章書くのはあんま得意じゃないんで、ブログは向いてないかなとは思うんですけどね。って感じですね。あとは、そうだ、かわいが言ってた、京都のタコス屋、おすすめが、名前があったらっていうことだったんで、ピヨピコっていうとこだったんですけど、確かね、ちょっともう一回調べて、食べログの URL、動画の概要欄に貼っときます。ってことで、ぜひ行ってみてください。おすすめです。行ったことないけど。ということで、おやすみなさい。